安倍さんを批判する。いいです、それで。と同時に財務省も批判してください。安倍さんだけ批判しても何も変わりませんから。はい、皆さん、こんにちは。マグリコガイです。今日はですね、支援策として、私よく言ってます。三本柱プラスアルファ、やらなきゃいけませんよと、早くと言ってますけどもね。それについて、与野党ともに、案を出してきました。で、まずちょっと野党の方から、言いたいと思います。これはですね、時事.comですね。ですね、野党はですね、この新型肺炎によって、どういうふうな、現金給付するかというと、あれですね、全国民一人当たり10万円以上、給付するということを、発表しました。野党ですね、国民一人当たり10万円以上、給付すると。だから総額は、単純計算で12兆円以上になりますね。以上なんでね、13兆、14兆になる可能性もありますけどね。それぐらいはやるよ、というふうなこと言ってました。でですね、ここが面白いことなんですね。この給付金というのは、この現金給付金というのは、課税対象になると。非課税ではないと。課税対象。だから、大金持ちであれば、金持ちであれば金持ちであろうと。所得税。所得が多ければ多いほど税率高くなっていくんでね。そこからこう、税収として、取ればいいんじゃないかと。だから当然その取った後であれば、その金持ちの方が、所得の高い人の方が、所得の低い人よりも多く取られてるよというふうなことになるから、それではそれでいいんじゃないかというふうな感じで、課税形式でやった方がいいんじゃないかというふうなことを言ってます。なるほど。なるほど。それはそれで一つの、案でしょうね。で、今度与党。与党ですけどもね。ですね、与党はですね、これは日刊スポーツに書いてあるんですけども、一世帯です。一世帯あたり20万円を、支給するということ。そういう方針を固めたということです。ですね。で、しかもこれっていうのは、その新型肺炎によって、例えば休業に追いやられた人、収入が大幅に減った人が対象です。なんでね、日本では、おおよそ約5800万世帯があるらしいですけども、そのうちのおよそ約1000世帯がこれに当たるんじゃないかと。6分の1から5分の1ぐらいの、世帯がこれに当たるんじゃないかということで、それで数兆円規模になるんじゃないかな、というふうな話になってます。でですね、この2020度の予算、補正予算を、この大型連休前、だから4月の29日ですかね、4月の29日前に、前までこの補正予算成立させて、早期の実施を目指すということですけどね。でですね、この与党の方は野党と違って、これ非課税にするらしいです。ここをちょっと私今までこれ触れてなかったんですけどね、ちょっとここを触れたいと思うんですよね。世界的な金融危機のリーマンショック後に、全国民に1人当たり1万2000円の定額給付金を配布したと。一律給付は支援の必要がない裕福な人にもお金が配られ、多くが貯蓄に、回るなど効果が限定的だったとの指摘があり、対象を絞ることとしたと。ということ。つまり、1万2000円、全部に、やったけども、それ貯蓄に回す人がいたと。だから、絞ると。本当に下がった人にあげるよというふうな、そういう感じで、対象を絞ることとしたって言ってるんですけども、これはちょっと違うと思うんですよね。1万2000円という、あまりにも半端な額だったから貯金に回す人が多かったんじゃないですか。これが12万円だったらどうでしょう。12万円だったら、バンバン旅行行ったんじゃないですか。バンバン旅行、それこそ海外旅行だって行ったかもしれません。国内旅行でも、北海道とか沖縄とか東京の人行ったかもしれません。1万2000円はあまり、やろうにも何ができます？ 1 万2000円で。12万円あればスマホだって買えますよ、高級な。なんで、これは額が少なすぎたから、仕方なく、貯金に回したというのが正解だと私は思います。そう言ってる人いる、多いんじゃないですか。麻生太郎、財務省、
あの、なんていうんですかね、過去のこういうふうな失敗は二度とやりたくないみたいな、うん、おかしな、そうして、まあ、かっこつけたような言い方はするんでしょうね。全然違いますからね。私はそう思います。全然違うと私は思ってます。多分それは、揺るがないでしょう。でですね、まあ、売上高が急減した中小企業や個人企業主を対象にも、その現金給付をすると。ということで、休業保証をやるよと。払い保証もやるよと。まあ、全部で数兆円規模。なんですよね。で、消費税がおそらくこれ 10% のままになる可能性が、まあ、ちょっと高いんですよね。10% の据え置き。で、私、そのプラスアルファの現金給付。全員に現金給付やると。このプラスアルファがゼロということに、なる公算が高いですね。うん。やっぱり出し渋ってますね。なぜか。まあまあ、昨日の動画でも言いました。その財務省と結託したんですよね、安倍さんは。財務省と一年託書、財務省と共に、沈む時は沈むと。いうふうなことを決めたんでしょうね。でですね、これで近々、おそらく多分来週ぐらいには決まるんじゃないですかね。まあ、どうなんでしょう、わかんないですけども、来週に決まらなければちょっと厳しいですけどね、具体的な、数字が。決まらないと厳しいとは思うんですけども、で、もし決まったら、今のような報道の通りで決まったら、当然不満はもう噴出します。批判の雨嵐です。私も批判します。でですね、私、批判する人なんですけども、昨日の動画で見ました。特に私は安倍さんも批判するけども、同時に財務省も批判します。なんでね、給付金どうなるか出たい、不平不満言いたい人は、ぜひ、安倍さんだけじゃなくて、財務省にも、その怒りの矛先を向けてください。うん。結局財務省なんですよ。結局財務省が緊縮財政、金を出したくない、国債発行したくない、税収入だけで、歳出を賄いたい。と思ってるそのプライマリーバランス、黒字化計画を達成させたいがダメなんですよね。で、その緊縮財政に寄与すれば通用する、寄与すればするほど、出世するという、もうこの世でもこの世のものとは思えない狂ったような昇進システムを持ってます。これなんですよね、財務省。だからですね、財務省、お前が金出さないから、国債発行渋ってるからダメなんじゃないか。っていうふうに、批判の声を上げれば、ね、ちょっと変わってくるんじゃないかなと私は思います。ちょっとは変わってくるんじゃないかなって、ちょっと弱気なんですけどね。なんでかというと、おそらく地上波では、財務省の悪口多分言いません。多分言いません。うん。どっかの新聞の、偉い人が、まあ、財務次官の、元財務次官で天下ったという経緯がありますからね。うん。まあ、どこの新聞とは言いませんけども。なんでね、まあ、地上波では、まあ、新聞とか地上波では、その財務省を面と向かって文句は言う人はいないでしょう。なんでね、ネットで、まあ、私のような、まあ、もう弱小 YouTuber を中心とした、まあ、弱小 Twitter でもいいですよ。Facebook でもいいですよ。もしね、この安倍さんとか与党のその、給付金に、まあ、批判の声を上げたいんであれば、同時に、財務省に対する、批判の声も上げてください。もうやり方としては、緊縮財政だからダメだった、緊縮財政やめろとか、国債発行しろとか、まあ、それでまた言い返してきたら、今度は、その、プロの、専門家の、経済評論家の方々、反論しますよ。大反論しますよ。もちろん私もそれに食いつきます。なんでね、もう一回言いますけども、安倍さんを批判する。いいです、それで。と同時に財務省も批判してください。安倍さんだけ批判しても何も変わりませんから。変化を求めるんであれば、変化させなければいけないんであれば、必ず財務省を叩かなければいけません。とまあ、今日はこれで終わりにしたと思います。アディオス。アスタマニア。